20日午前5時半ごろ、安曇野市穂高牧の路上で、近くに住む67歳の女性が犬の散歩をしていたところ、熊に襲われました。熊はこちらのそば畑から突然出てきました。そして散歩中の女性はそれを見て驚き、尻餅をついたところ、こちらで熊に襲われたということです。女性は頭や右肩を噛まれましたが、会話もでき軽傷とみられています。熊は女性を襲った後逃げていて、警察や市などが付近を捜索しましたが見つかっていません。現場近くは住宅も多いことから注意を呼びかけています。長野県内では今年、長野市や松本市などで熊に襲われる被害が相次いでいます。